対局お願いします相手の得意戦法は体振り持久戦ということで三車あしかしこの音楽前からよく使われてるけれども誰が曲折してんでしょうねえー、正規モの音楽ってさなかなか、あのー、雰囲気出てますよやはり穴熊ですね 相手には身の学い、えー、時間切らされるのは怖いので序盤はとにかく早く意識してたらいかないでね高みの学い,高のいおおそこに引くんだ大一角型かこれはねうーんこの戦法ですかいやーこの戦法どうしたらいいんでしょうね で、こちらも。もうちょっと八四書くと、えー。そう二分三十秒。そういうことか。そう、参ったね。これ参ったね。どうしよう。どうすりゃいいんだろう、これ本当分かな。そうなんだよね。これ。書き取りになるんだけど。これどうすりゃいいの。飛車浮いたりとかする。 いやーなんか嫌だねこれ銀がアパッカーありますので3六歩とかえーえーそうなんだ5九も跳ねるいやーなんか気持ち悪いなー極めて気持ち悪い5三桂り4五歩の筋なんでしょうね あでもなる 2> 2分あでも64角としてくるあ,あこれは取りますよね、うん、なんか怖いですね角のおっとさすがの切れ味じゃここって諦めんの相手持ち込まないのでえー、継続手が難しかったってことでもなんかでも なんかでも気持ち悪いでもいすけど、ね、えー、失敗したらすぐ諦めるという往生際のいい人でしたね、うんまあ、私は往生際悪いので、えー、クソ粘りというかあ醜い姿をさらしながらそれでも、あのー、しがみつくというそういう、えー、恥知らずな人なんですけどねで今日2021年9月1日です えー、こんなニュースがありました小林義徳氏影響力強いことが原因 YouTube アカウント停止、えー、漫画家の小林義徳氏が自身の YouTube アカウントがアカウント停止措置を受けたことを明かしわしが真実を言ってるしかも影響力が強いことが原因でしょうと推測した小林氏は、えー、公式ブログを更新し、えー、小林芳徳 YouTube アカウントが停止されましたと報告 わしが真実を言ってるしかも影響力が強いことが原因でしょう。ファシズム体制にとって小林義則が一番やばい存在だということが証明されて光栄です。とし、皆さん歴史の商人になってくださいと呼びかけた、えー。同チャンネルにアクセスすると YouTube のコミュニティガイドラインに違反してたためこのアカウントを停止しましたと表示される。小林氏は同チャンネルで新型コロナウイルスによる過剰な自粛や ワクチン接種に反対する動画などを公開していた。ということで、えーと、私は小林義則さんについては、あんまり最近まで興味なかったんですけども、えー、コロナ論という本を書きまして、えー、それで興味を持ちましたね。まあ、昔からあの戦争論とか、なんか永久戦犯の話とか、えーゴ、ゴーマニズム宣言とか、まあ、いろんな本を出してて、まあ、存在はしてたんですけども、ただまあ、 なんかそのやたらと文字が多いちょっとこう、えー、きつい感じの漫画描く人だなみたいな感じでまあそれほど関心なかったんですよ、うん、まあ何かね小林義則さんの漫画って読むと疲れるんですね戦争論もそうなんだけどなんかね文字が多くて「なんとかかんとかがなんとかで、ね、んとかなのだ」とかねびっくりマークが多いのであ別にその内容うんぬんってよりも えー、疲れるっていうのもあってあんまり積極的に読む気なかったんですけどコロナウイルスの騒ぎの中で、えーまあ、小林慶則さんを応援しようという気分になりましたねでそういう色眼鏡であの小林慶則さんを見ると過去の戦争論っていう作品もなかなか輝いて見えたりするんですよもともと私は戦争論とか全然興味なかったまあ興味ないっていうか別にその 小林義則はムカつくとかね別にそのアンチじゃないんだけどただそれほど関心なかったんですねでもコロナ論で好感を抱いてしまうとあの戦争論をねちょっとこの前ブックオフで買ってきまして読んでみたらまあうーんまあ小林義則さんの言ってることに全面的に賛成することはないんだけれどもただあのやっぱりそのえまあ日本人は その戦争中は「鬼畜米へ、えー、欲しがりません勝つまでは」とか言ってねイケイケどんどんでさ戦争やれ戦争やれもっとやれもっとやれみたいな感じで人々が煽りまくってたんですよねだけど、えー、戦争が終わった途端にいや命が大切です民主主義が大事です、えー、戦争はもう二度としません、ねえー、再び過ちを繰り返しませんからみたいな風にもう空気に流されて えー、人々の思想が180度入れ替わってしまったと。何な,なんだこれはと。ね。そうやって空気に流されて命が大切とか戦争はダメとかそういうんじゃなくてちゃんとさ自分の子というものを持ってさあの論じようじゃないかっていうそういう姿勢はああなるほどさすがだなと思いましたけれどもでも結構こういうのって感情なんですよね。だからさあのー えっと、まあ以前 YouTube で、えっ、ー、と、立花彬、あ、立花隆さんが、えー、バンされたことがあるんですよ。立花隆さん、まあ政治家ですけど、なんか、うん、他人をいじめるような動画を出してたとか言うので、で、チャンネルが停止されたことがあるんですけども、なんか、その立花隆さんがチャンネル停止されたときは、 あのー、なんかね「ネトウヨ春のそう番祭り」っていうなんかこういうのがネット上で話題になってて、えー、そうですねああののーえー、そうですねウィキペディア「差別動画大量通報騒動」2018年に、えー、なんかネトウヨみたいな動画 に対して、えー、差別をしてるみたいなそういう通報をしようぜっていう活動がネット上で盛かんかになってでネトウヨ春の晩祭りと <laughs> いうのがねあやられてたらしいんですけどもあのその一環で立花隆さんも、えー、バンされたというところでねあのー、まあ,あの私はネトウヨってあんまりいいイメージないんですけどもなんか でえー、外国人がんとかんとかお前,お前日本人じゃないだろうとか、ね、なんかろしそうそういうアルキビト君君みたいな思想を持ってるってことは君は日本人ではないのだなとかねなんかそういうイメージそういうことを言ってくるイメージがあるんですよ。なのでネトウヨって嫌いなんだけどでその嫌いなネトウヨが、まあ、春の晩祭りで、えー、駆逐されてるって聞くとまあ何かそのねえ みんなで一斉に通報して叩いちゃうっていう手法がどうなのかなとは思いながらもただ相手が寝トウヨだって聞くと感情的にああ寝トウヨかなんか寝トウよ寝トウヨ寝とうよじゃなあしょうがないよなあみたいな風に感情的に思っちゃうんですよねまあそこを理性でまあ寝とうよっていうのはねまあ,あのまあ、えー だからまあそのまあ本当に差別をしているのであればまあ消されても仕方ないと思いますけれどもねあの例えば私がえー、なんかうん女性はピーだとかねあるいは北海道に住んでる人はピーなんだとかさね東京に住んでる人はピーだとかさなんかそうやってこううん悪口を言う誹謗中傷をしてると言うんだったら あのー、非難されて仕方ないとは思うけれどもただまあネトウヨっつってもねその具体的にどういう動画をやってるのかっていうのは全然分かりませんので,で実際興味ないからね興味ないからネトウヨの動画まだ橘隆さんもネトウヨの一員になってるってことなのかなその辺はよくわからないんだけどもまあ何が言いたいかっていうと、えー、自分にとってまあ嫌いだと思われる属性 の人がいじめられたとしても、いまいち感情的に許せんっていう気持ちが湧き上がらないってことなんですよ。だから小林芳しさんに対して、私はある程度好感を持ってるから、あのー、チャンネル停止されたって言ったらふざけんじゃねえよと何なんだよ。あのー、これはさ言論統制ではないのかと。だって。youtube っていうのはさ、確かに民間企業かもしれないけれども、これだけさ。市場をさあのー、ね。 大きな位置を占めてるわけじゃないですか。まあ、他にもにニコニコ動画とか、えー、ツイキャスとか、フワッチとかいろんな動画サイトはあるけれども、ただ YouTube ってさ、第一人者だし、ものすごくさ、大きな影響力を持ってるわけだから、だから、あの、まあさし、民間企業といえども、ある程度公共性ってものが必要なんじゃないかなと思うんですよ。だから、あの、トランプ大統領が、 えー、ツイッターのアカウント停止されたっていうのもさ私別にトランプ全然好きじゃないけどたださあの人々から投票で選ばれた大統領があの自分の意見をさ言う場所を奪われるっていうのはどうなんだろうと思いますけどねただ私別に決してトランプ大統領好きじゃないっすよトランプ落ちてよかったんじゃないかなと思ってるくらいですよ2020年にアメ,アメリカ大統領選挙あって えー、バイデンが勝ちましたよねで今バイデン大統領になってますけどまあトランプ落ちてよかったんじゃないかなと思ってるくらいなんで、あのー、まあ大した意見もないけど、えー、それでもやっぱりさ、あのー、ツイッターのアカウント停止はあまり賛同できない、うん、だからまあ感情だけで判断してるつもりではないけどやっぱり自分も感情で、えー、良いとか悪いとか判断しちゃって。 いるるところはある、うん、その一つの表れとして「こうネトウヨ春の晩祭り」の時には本当にネトウヨの動画が差別的だったのかとかそういうのを別に、えー、調べもせずに「うーんネトウヨ春の晩祭りかまあそうですか」みたいな感じで特にざまあとも思わないけど別に許せん言論統制だとかね特に怒りも感じてなかったんですね。うん でも小林義則さんが、えーまあ、コロナ騒動の全体主義の空気に、えー、真っ向から歯向かうような動画をたくさん出してそうだそうだってね空気に迎合しない小林義則さん頑張れってね応援してる気分になるとやっぱりさあのその言論があの潰されると嫌な気持ちになるんですね許せんと思うんですよ。うん えこれ、小林よしのりさんの合成ネット道場というブログなんですけどえー YouTube 小林チャンネルはえ2度目の動画削除をされて3か月以内にもう一度動画が削除されるとチャンネルごと永久削除にするとの警告を受けたため3か月間新規の配信を停止しえ毎週土曜の生放送踊れら小気化は新たに開設した第2チャンネル小林よしのりチャンネルアルファで 配信するという対応をしておりましたしたかし、えー、昨夜 YouTube はいきなりこんなものを送りつけてきて小林よしのにチャンネルを削除したのでした、えー、小林よしのに様、えー、YouTube チームによる審査の結果お客様のコン,テンツコンテンツは誤った医療情報に関するポリシーに違反していると判断されましたという理由であのこの動画が削除されたんですねコロナロン緊急提断。 小林よしのり東ひろき三浦瑠璃、えー、これね結構いい動画でしたよ、まあ。ニコニコ動画で見られるみたいですけどもこれ YouTube であの、ね、これはね結構いい動画で、あのー、昨今の日本人の思想について小たかまかに分析してるんですよ。で、まあ、小林よしのりさんが主催で、まあ、ゲストとして東洋輝さんと三浦瑠璃さんが参加するっていう形になってて。 でこの東洋樹さんと三浦瑠麗さんの2人が結構たくさん喋ってて、まあ、小林義則さんはほとんど聞き手に回ってるような感じでほとんどこの,、ね、この左右のこの2人が喋ってるんですよ。で何を喋ってるかっていうと、えー、時代の流れの中で20世紀から21世紀と、まあ、日本人の思想も移り変わってきて。 あの今の日本人を支配している思想価値観について、えー、東弘樹さんが、えー、解説するとで三浦瑠麗さんもで最近の言論人たちの、えー、傾向性とか問題点について指摘するって感じでしかもワクチンの話なんか全然出てこなかったと思う。 ワク,チンについワクチンが危険であるとかそんな話なかったけどねうんまあでもさあのまあ自分はそういうふうにこう動画を全部見ているからそういう感想を抱くのであってあのまあ小林慶則が嫌いな人にとってはうわ小林慶則に東洋樹三浦瑠麗んだこの3人はとこの3人がね まあ要はその小林義則さんが嫌いな人にとっては、わこのね、仲良し3人組で、あの、どうせ、弱者をいじめるような、あの、ね、自分勝手な言論をさ、繰り広げたに決まってんだろう、みたいな感じで、イメージ、イメージで、なんか、むかつくって思っちゃうんでしょうね。だからまあ、その、表面的に言えばさ、 コロナ騒動を批判してるわけですよで批判する中で何で日本人はコロナ騒動でここまで騒ぎが広がってしまったのかっていうさ、まあ、そういうところから、まあ、日本人の価値観とか思想とか学問のあり方とかについて、えー、議論が深まっていったわけなんだけれどもまあでもさやっぱりそのコロ,ナコロナウイルスに対する対策ってものはええー ちょっと過剰なんじゃないかってことでまあその辺をちょっとさ批判的なのでだからそれがさそのコロナウイルスにかかってしまう弱者にとっては厳しい意見みたいなふうに捉えられちゃうとつまりそれが人の命を軽んじてる弱者を守ってない悪いやつらみたいなイメージになっちゃうんだと思いますけどうーんでもなんかそうですねえー でもやっぱりそれ感情なんでね自分自身もやっぱり感情であのネトう用の動画とかも別にそんなのどうでもいいわと思ってしまうところもありますからやっぱりその自分自身も含め感情で判断してしまうという傾向があるってことをちゃんと自覚しながらこの社会のさまざまな物事に向き合っていかなければいけないのではないかなと思いました。 えー、以上です。